おかえり、無事新約できたようだね。バッチリよ。次はどうすればいいの？準備している。こっちだ。これは？ある場所につながっている。ついてきてくれ。ほうほう。ん？ここはまさか喪失の丘の地下遺跡？装置を利用させてもらった。用事があるのはこの先だ。私だ。ここを開けてくれ。いらっしゃい。待っていたわ。誰？行こうか。ほう。ん？ちょっと待った。セーブポイントがあるということはだよ。バトルがあるということだよね。誰だ？直接顔を合わせるのは久しぶりね、ベルンディア。いえ、今はベロニカでしたか。ああ、ストラーネア。会えて嬉しいよ。紹介しよう。彼女は次元の力を司る神。ストラーネアだ。ストラネーアだ。それで早速だけど、誰と新約をすればいいのかしら。あ、私です。よろしくお願いします。ふふ、かわいいレディ。あなたに私の力を授けます。ほう。誰と戦うの？私の力は異なる場所、異なる次元に通じる力。彼女の力と記録の神の力を使い、星の記録を異次元空間で擬似的に再現する。それが記録次元、過去あった出来事の再生装置よ。記録を再現？ライゼには記録次元で星の記録、己の過去を追い体験してもらうことになる。よくわからないけど、それで記録が蘇るの、記憶が蘇るのか、記憶だか記録だかよくわかんなくなってくるな。いいえ、あくまで外部に記録された事実の再現でしかない。過去の出来事を第三者の目線で傍観するようなものよ。なるほど。もちろん、過去の出来事は知りたい。でも、俺の記憶として戻らないのなら、本質的には解決しないじゃないか。追い体験は最後に待ち受ける試練の下準備にしか過ぎない。すべてを見て、すべてを知れば、眠れる魂は共鳴する。己の力で封印を解き放つことができるだろう。説明するより実際に体感してもらった方が早い。星の記録が残されているうちに赴いてちょうだい。俺の過去が記録されていそうな場所といえば、エリュシオン離宮ですね。げ、また王国に向かわなきゃならねえのかよ。移動が面倒だな。私に考えがあります。ん？この転移装置は対戦時に王国とアルデオが同盟関係にあった頃設けられたものです。大陸間の長距離転移は通常の真実や転移装置では難しい。しかしこれは次元神の神殿に設置することで力を間接的に作り、長距離転移を可能にした代物です。これを使ってあなたは母さんを転移させた。そうです。俺をこの丘に転移させたのもディアナだった可能性は？それはありえません。でもこの装置の存在を知るのは王国内でも私だけのはず。そうか。思案せずとも真実はもうすぐ明らかになります。そう、リアン様の過去と栄光とともに。え？パスコードは？認証しました。転移先の追加設定を行います。これで離宮への転移が可能です。助かるよ。早速向かおう。バトルなかったね。私はここに残って他の準備を進めさせてもらう。ルビスを通じて指示を出す。健闘を祈るよ。で、次は離宮ね。はい。
行くとこいっぱいだね。ん？どこだここ？あ、地下か。で？多分上だよね。庭園かな？リアン様、いつの間にお越しになられていたのですか？全然気づきませんでした。いや、実は。なるほど。異国の転移装置につながる真術ですか。それは便利ですね。星の記録というのはよくわからないのですが、過去の手がかりになるということであれば、どうぞごゆっくりしてください。ありがとう。しばらくお世話になるよ。よし、挨拶も済んだことだし、ライゼに関する星の記録を探そうか。いろんなところに散りばめられてんのか。あ、ここ、もうすでに。そういえば、先日、王都からの兵士の訪問がありました。異常はないかと聞かれましたが、おそらくお二人のことを調査に来たのかと。大丈夫だったのか？はい、白を切り通したので問題ありません。あの様子では裁縫もなさそうです。シェリーヌ、ごめんなさい。迷惑かけるわね。いえいえ、ご事情は理解しているつもりです。微力ながらご協力いたしますね。優しいな、シェリーヌ。後で裏切ったりせんか？まあ、とりあえず外にまず行ってみようか。墓の前とかどう？あ、ないな。外にはないのか？部屋か？吹き出しがあるのか、また光っているのかわかんないけど、ないな。じゃあ家ん中だね。あ、あったあった。光ってたわ。ここから強い気を感じるわ。ふむふむ。ちょっと待ってね。うん。師匠がこの場で間違いないって。ティサラ、記録と次元の神の力を。わかったわ。おー、クリスタル。これが星の記録。記録次元への扉。リアン様？行かないのかい？いや、その、いざ目の前にすると少しだけ怖くてさ。この先には私ですら知らないリアン様の思いが残されています。かつての俺の思い。あー、やめろやめろ。ビビってんのならやめちまえ。その程度の覚悟しか持ち合わせていないのか？ザウア、本当にいいのか？過去を覗き見てお前のためになるのか？引き返すなら今だ。他にも方法が。ありがとう、ザウア。決心がついたよ。つけさせちゃったじゃん。俺は俺の過去を受け止める。全てを受け入れた末に俺は決断をしたい。俺が守らなければいけないものを、俺が断ち切るべきものを。ライゼ、リアン様、行こう。全てを確かめるために。みんなで行くのか？あ、みんなで行くんだね。空間？ここが俺の過去？違う。ここは次元の境界。記録次元をつなぐ道のようなものらしい。越えた先にライゼ君の過去があるはずだ。この先に。わかった。先を急ごう。敵出る。あ、走れなくなってる。敵は出るのか？え？あ、こっち。いやー、ついに、ついに。ライゼの過去がわかるのか？あ、敵出るね。なんでこんなところに敵いるん？綺麗な空間だね。でもこれはエーテルが降ってんのか？長いね。お、見えた見えた。ん？離宮か？ここが星の記録。再現空間とは思えません。まるであの頃に帰ったみたい。リアン、みんなに見られるんだよね。エル様、体調はいかがですか？ええ、いつも通りです。いつも通り、
体のあちこちが痛くて、胸が締め付けられるように苦しいのです。そうですか。先日、医療チームを強化しました。オートから医療博士であるダリス・ガードナー医師をはじめ、優秀な人材を収集しました。研究成果は飛躍的な進歩を遂げていると報告があります。ですから、もうしばらくの辛抱です、エル様。はい、リアン。先日、屋敷を抜け出したこと、まだ起こっていますか？そうですね。私は、あなた様が苦しまれる姿を、これ以上見たくありません。もう無茶をしないと約束してくださるまでは、気が収まらないかもしれませんね。ごめんなさい。約束するわ、あなたに誓って。ありがとうございます。これ最初はやっぱリアンのことの方が好きだったのかな。では、私からもお願いです。体が良くなったら、またあの花畑に連れて行って。それだけじゃないわ。もっとこの目で見てみたいものが、映像でしか見たことのないところがいっぱい。海を、本物の海が見たいわ。世界を旅したいの。あなたと一緒に、もちろんレクセスも。ええ、必ずお連れいたします。外の世界へ。ありがとう、リアン。私に仕えてくれるのがあなたでよかった。リアンもレクセスも本当に優しくしてくれて、私は幸せ者です。私もエル様に仕える使命を持って生まれたこと、何よりも光栄に思っております。そうです。幸せだからこそ失うのが怖い。私、わがままですよね。こんなにも恵まれているのに。そんなことはありません。私もエル様を失うことが何よりも、あなた様を守ることこそが私の宿命であり、生きる意味なのです。だからどうか、リアン。私、治療に専念します。どんな手術も耐えてみせます。だからずっとそばにいてくださいね。ありがたきお言葉。この件に誓って、必ず。ありがとう、リアン。そういえば、ガードナー医師のご令嬢とお話になられましたか？ええ、ディアナという名でしたね。挨拶に来てくれたわ。この屋敷の若い女といえば、メイドばかり。死後が制限されている彼女らより、話し相手にふさわしいのでは？話し相手？ええ、そうね。お友達になっていただけるかしら。では、私の方で取り計らっておきます。彼女も医療を学ぶ才女との話。良きご関係が築けるはず。ええ、よしなに。ん？あ、動ける。ディアナさん、私とお友達になってくださるかしら。って、すり抜けれるな。ここだけ。あとは？ここは何もない。話が違うわ。怒ってる。王族のお世話ができると聞いてこの仕事を選んだのよ。ディアナとかいう女、貴族待遇とはいえ、数日前まではただの庶民だったのよ。なんでリアン様の担当を外されて、あんな小娘の面倒を見なきゃいけないわけ？所詮、父親のガードナー医師長にくっついてきただけの女。あの女さえいなくなれば、私たちきっと元に戻れるわ。ひどいこと言うなぁ。まだだって幼いんじゃないの？あとは？あらあら、ディアナ様。どうされたのですか？また、お召し物が破れていますわ。え？キャー！はしたないですわ。下着までお見えになって、お前らの仕業だろう。あなたたち、代わりのお召し物は、ああ、私たちの服でも貸してあげましょうか。元庶民にはメイド服の方がお似合いだと思いますが。いじめてんじゃん。結構です。ははは、そこで何をしている。あ、リアン様、ごきげんよう。呆れて物も言えぬな。貴様らのような下賤な者どもが私の担当だったとは。違うんです、これは。それ以上口を開くな。それとも、
私の目前でごまかしが効くとでも本気で思っているのか。随分と舐められたものだな。あ、死して離宮を去りたくなければ今すぐ荷物をまとめろ。怖い。私にはわからない。よどんだ瞳、腐りきった精神。理想も理念も持ち合わせない誇りなきものは、ああも醜く落ちるのか。まあいい、メイデの受け入れ基準に問題があるようだ。人員整理が必要か。まったく私の仕事ではないのだがな。はあ、でこっち、まあちょっと研究所の方行ってみるか。どうだ、誰もいない。こっち側は、あ、誰もいないな。順番があるのかな、もしかして。庭の方かね、じゃあ。う、どうして？嫌がらせ、日を増すごとにエスカレートしていく。研究だって、ただの医学生だったのに足手まといにしか。ここで魔物に襲われるのか、もしかして。もう、限界。帰りたい。今すぐオートに帰りたい。あ、魔物。あ、いやー。なるほど。怪我はないか？はい、ありがとうございます。無事ならいいが、無茶が過ぎたな。離宮を去るつもりだったのか。申し訳ありません。私のようなものが離宮に招かれたのは何かの間違いだったのです。間違いなどではない。目を見ればわかる、高潔な精神を宿した澄んだ瞳。離宮に招かれる資格を持つ者の目だ。貴殿の医学の才はエルメルディア様を救う希望となるだろう。無礼を働いた者は宣告処罰した。ディアナ・ガードナー、どうか涙を拭いて私に力を貸してくれないだろうか。はい、ディアン様。ディアナ、もともと髪の毛そんな色だったんだね、よく考えれば。ん？あれが全ての始まりの日。まだ私が普通の体だった頃の記録。昔の私、まるで別人のようでしたね。体も容姿も性格も何もかもあの頃とは違います。でも、ただ一つだけ。リアン様に立場も命も救われたこと、その恩義に基づく忠義だけは、数百年の時を経てもこの胸にあり続けていました。ディアナ、リアン様、星の記録はまだ続いています。この先に何が起こったのか、どうかその目で確かめてください。まだ奥があるんだね。なんでここで走れないんだろうな。もう終盤だから？また遠いのかな。次上だね。お、クリスタルが。お見事です、リアン様。老子、毎度のことながら私から指南すべき点は見当たりませぬ。天性なる素質にあぐらをかくことなく、日々鍛錬を怠らぬその姿勢、まことに大騎士としてふさわしい。その剣技、その騎士としての器、元王騎士であらせられる父上をも凌駕しておりますぞ。恐れ入ります。ん？レクセス、は？ふむ、レクセス様も素質は有されておる。しかし、いかんせんまだまだお若い。その剣術も内面も。通例通り、大騎士を決する未然試合がエル様の成人時であれば、ご病状のことを考えると、一刻も早く次代の大騎士を任命せねばならない。事情があるとはいえ、レクセス様には酷なことですじゃ。せめて、あと2、3年あれば。おっと、かといって加減など不要ですぞ、リアン様。
神の血を色濃く継ぎし第二王家ベルンツバイト家、そのご子息の中でも最も強く最も気高き者こそが王騎士にふさわしいのですから。無論です、情けなど一切かける気はありません。その宿命、私もレクセスも十分に理解しております。よろしい、未然試合はもうすぐですな。楽しみにしておりますぞ。でもそれで負けたんだよね、わざと。どこ行った？いないな。あ、こっちか。何をしている？リアン様。今はその、ダメです。隠れてください。隠れる？一体何事だ？エル様に用事があったのですが、レクセス様が先にいらっしゃって、何やらお取り込み中のようでして、それで盗み聞きとは感心しないな。あ、これはその、ふふ、まあいい、付き合ってやろう。あ、ありがとうございます。ここで、とある会話を聞くのか？未然試合はもうすぐですね。楽しみにしていますよ。僕は、あの人に勝つことはできない。戦ってみなければわからないでしょう。慰めは結構です。惨めになるだけですから。たとえ負けるとわかっていても、届かないと知っていても、それでも僕は今日まで剣を振るってきました。すべては、あなた様を守る剣、その候補として恥ずかしくないようにと。試合の前にこれだけはお伝えしたかった。エルメルディア様、愛しております。いけません、それは。規律に反するのは承知の上です。でも、この思いだけは伝えたかった。周りの者は皆、僕のことを不出来な弟しか見ていない。でも、あなた様だけは違った。僕自身を見てくれた。優しくしてくれた。僕はそんなあなた様に見合う騎士になりたかった。いかなる時も、そばでお守りしたかった。守りたかったんです。でも、間に合わなかった。うわぁ。レクセス、こちらへ。今、このひと時だけ、あなたを騎士として、認じましょう。あなたの純粋で優しい思い、それだけは、兄上をも超えています。私はその気持ちが、何よりも愛おしく感じるのです。エルメルディア様、これで、わざと負けたのか？悲しいですね。これも、騎士や王家の定めなのですか？当然だ。奴はまだ未熟すぎる。己の感情に身を任せるなどあってはならない。でも、誰かを愛するという気持ちは、あんなにも尊いものなのに。我々が姫様に仕えるのは、忠義のため。それを奴は履き違えている。色恋沙汰など、我々が持って生まれた責務とは次元が違う。そうですよね。ディアナ、何を考えている？私たちの関係は理解した上でのことだろう？ええ、もちろんです。私たちの関係？僕は、己のすべてを出し尽くし、兄さんに挑みます。王騎士候補として、恥ずかしくない戦いを、エルメルディア様の意向に誓ってお見せいたします。いいだろう、レクセス。私も全力で愛対操。そして順当に勝利してみせよう。我ら騎士として生まれた命、すべての答えは剣で指し示すのみ。求められるのは誇りと気高さ。我らこそエルメルディア様の剣なのだから。え？なんでそう思ってんのにわざと負けたの？また進むのか。今のは未然試合の数日前のことですね。リアン様は本気でレクセス様と戦おうとしていた。なのに、わざと負けるようには到底思えなかった。試合までの数日間に何があったんだ？